岸田選手の、いいですか皆さん、確認しておきます。レノ丸です。レノ丸を書いてくださいと私は言いました。さあ、では岸田選手、絵の方をお願いします。ドラえもんあかんって。これはでもね、YB 的には法則的には大丈夫です。モザイクは入りません。大丈夫です。ただ半径は発生するかもしれない。これはこれはダメ。これはね、第二十節のホームの清水戦よりダメです。本当岸田選手、一応コメントを、そうですね、はい、一言をレノ丸ですよね。じゃないかなと思ったんですよ。はい、画伯イメージはレノ丸ですか。あ、目とか鼻とかといたずらに完成度が高いだけに、なおさらその悲惨さが増す。すごいですね。ちゃんと寄り目になって